始まった。こんにちは。集まってないっすよ、まだ。そっか、そっか。ゼロにまだこんにちはって言って。どこで何人ってわかんない。あ、これね。1、2、3。え、俺誰も見ないんだけど。右上何ゼ、ゼロなんだけど。わかんない。これ2なのかな。お疲れ様です、だって。お疲れ様です。あ、来た来た。ヤストと一緒に。ユウさんと今一緒にやってます。ユウさん、はい。パーマかかってますよ。ゲフラ。パーマかかってます。見えてます。パーマかかってます。好きな料理。いや、そういうの欲しい。そういうの欲しい。ブリ大根。好きな料理とか。何回いけなかった。お腹に何かいますか。あ、気づいちゃいました。気づいた。LINE のキャラクターが、うん、コニー。コニーじゃない。ブラウン。ブラウン。中途半端な知識で。すみません、失礼しました。ブラウンちゃんがいます。ジャイキリで何好きなキャラクター、あいつなんだっけ、あのジャイキリ見てないんでわかんない。あのね、フォワードのね、点だけ取るやつ。いや、わかんないです。忘れちゃった。いや、もうユウさん、脇坂選手、ユニフォーム買いましたって。え、俺のところに俺のところに、ありがとうございます。シュエさん、シュエさん、あ、シュエさん、シュエさん、ちょっとお願いします。シュエさんはレアすぎ。シュエさん、一緒お願いします。シュエさんはレアすぎ。シュエさんが、シュエさんはレアすぎるな。なんかすごい可愛いの。そうなんですよ。シュエさん、シュエさん、ちょっとお願いします。一緒にしてください。前、大丈夫か。ラインライブっていう。いいや。ねえ、リーグ再開してほしいですね。今その間少しでもね、コミュニケーション取れると思って。します。再開するまでの息子さんたちのエピソードあるかな。息子さんたちのエピソードなんかあったか。息子さんたちの大好物うどんっすね。今ゴルフにハマっているんですけど。一緒じゃん。え？下手じゃないですか。もうやめたんだ。スコアが伸びなくて悩んでいます。アイコンユウさんのスパイクだって。ユウさんとエンジン組む夢見たらしい。それはいい。鼻水出た。それは面白い。おもろくて。それは面白いな。はい、何ですか。沖縄キャンプと宮崎キャンプを終えましたが、キャンプどうでしたか、はい、ご本人とゲストさんそれぞれ感想を伝えください。いや、キャンプはでもね、大きな怪我も疑いなかったしね、はいはい、同部屋でしたもんね。同部屋だった。キャンプ同部屋で、あとエースケと、レオか。レオ。ビッシュ踊ってください。俺ビッシュ踊れないんだよ。隣のユウさん。はい。いつも言ってビッシュ踊って。あ、それだけ短か。スクショタイムくださいだって。これあれですよね、噂の。俺もやろう。じゃあスクショタイムします。目変だな、ちょっと。ユウさんと一緒に。違うのにしよう。やります。うわ、なんか一人だとちょっと辛いんで。ちょっとこれきついな、俺30オーバーのやつ。いや、これ辛いよ。あ、こういうのがいいわ。あ、これいいわ、どう？いや、それいいね。それ、それやりたい。これめっちゃいい。それやりたい。それやりたいよ。これでも子供とね、テレビ電話するときもこれね、めっちゃ笑うんだよね。え、それどこにありました、なんか。え、すぐ見つけた。え、誰ですかって。確かに、誰ですかやばいやばい。いきなりこれ見た人、誰か分かんなくなっちゃうね。今日のゲスト誰来ますか。そうですね、まだ顔が見たい。練習終わって、練習終わって寄ってくれる人いた。あ、ちょっと来た。難しいんでやめます。来たんじゃない。来てない。うわ、来た。イケメン来た。よかった。イケメンが来ましたよ。イケメンが第1号。なんだもうこれ。おいで。よし、よかったよかった。俺か。はいはいはい、来ました。イケメンが来ました。自己紹介して。山根美希です。よろしくお願いします。はい。イケメンだって。イケメン。いやでも誰来た。誰かわいい。イケメン。ヤスよりはかっこいいっしょ。どう考えても。髪切ったんすよね、今日ちょうど。これに合わせてね。言うな、輪郭あんま変わってないんだよ。やめよう。言うなよ。イケメンはてなとか。うん。るっていう。どこ見たらいいの。え、ミキ君のチームの馴染み具合最速。確かに、でも本当早かった。本当早かったっす。それはあるね。達也のおかげでは結構でかいっす。それはあると思う。なんか
結構ミキめっちゃ早かったと思う。ミキでも最初俺と会った時マジかよと思ったんでしょ。いや地獄ですね。なんでだよ。自主練ね。で、あの一番最初の自主練、あの、うん、そうそうそう。まだ練習始まる前。そう。でみんな来てなくて、で俺はもう何時か何時まで空いてるよって言われて、うん、何時、例えば9時に行くから、うん、9時頃にここ来たら、うん、後ろからなんか、ふわ、なんか誰か来たみたいな。で、横見たら、小林優、うわ、地獄だよ。なんだよ、地獄じゃねえの。初めての遺跡で、緊張してて、で、誰も知り合いいない。で、クラブハウス入るじゃん。で、いんの小林優がそこから別にいいじゃん別にいいじゃん一発で小林優かよと思って挨拶したら、シカト嘘つけよお前ふざけよ俺思ったのは、俺思ったのはやめろお前ちょっとユースあって今こそいけるじゃないですか、うん、だけどなんか、新加入選手にはなんかバレてないからって言ってちょっと雰囲気出すの分かります？出してねえよ出してねえよ初めまして、山根と言いますよろしくお願いしますったら、うん、ああ、よろしくお願いしますちょっと信用ちょっと雰囲気出すんですよ雰囲気出してないじゃん雰囲気出すんだよちょっと最初からこんな感じでしょほんとユウさんはでもおやまねえっつって声かけてくれてで最初からそれは結構嬉しかったその場その日に飯行ってそうです昼飯行ってたしヤストが、うん、だから問題というかああ答え合わせしていくってことですか出してこれを僕が今からあ僕も書くんですか俺もいいですか？あ、そういうこと、今からそういうことかはいえ、じゃあ、ゆうさん、ゆうさん、この中で質問僕が答えるやつ選んでもらって、好きな女性の格好好きな女性の格好それはどういうフルコーでいや、もうどれシチュエーションとかなし、別にデートとか、そうあるじゃないですか、普通に普通にこれデート、じゃあデートに来てほしいデートにじゃあ付き合って初ので付き合って初のでいろいろ出てくる付き合って初ので初めてのはいはいはいどれが書けばいいあそうか先に付き合う前はデート重ねてますかもういいよ何回重ねてるか俺らも書くんですよねうん6つになんでビキニ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 ワンピースあーどうワンピースは最初初デートのワンピースはいいんじゃない、まあ、ピンポン押しちょっと難しかったピンポンあピンポンあるんでピンポン押さないかじゃあ外れたか押します外れた僕の答えは、はい、シンプルかつ可愛くちょっと誰が当たんねんそんなの誰が当たんだよ分かってる格好じゃねえじゃんいやもうなんかいろいろ迷ったんですけどやっぱりシンプルがいいじゃないですか、うん、なんかまあまあ分かるけど女性のタイプにしましょうなんで女性なの、うん、そのあったやっぱ気になると思う、これあ好きな女性のタイプそれは絶対気になるねえ、何どういうこと顔性格顔性格どっち性格うんこれだな決まった性格というかもうタイプだなタイプえちょいちょい挟みたいないや全然わかんない正直こいつのタイプとかマジで興味ないし俺これ結構ユウさんいけると思うあでも嘘はいこれユウさん結構なんかいけそうな感じは嘘どうなんですかはいいいはい全然わかんないいいですかはいふんわり系ふんわり系ふんわり系女子ふいふいじゃあそうなんつうなんつだろうあんまり強い感じじゃなくてはいはいはい似てるっていうか、あどうおーおーおー、合ってる合ってる少し天然っていうこれは合ってますよねなんかちょっとよしたどうすかよしまだわかんないまだ天然っていう言葉はふんわりじゃあそうじゃんもうイコールじゃん、なんなら幅広く当てに来てるじゃあおい、来たもそれはねないっすでも、でもこれ結構この要素あるじゃん俺で、二人ともそうそうそうあ、来たあ、はい、来たはい、一回来た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 嫌な、俺いるまだ俺まだいるまだいるまだいる時間ないじゃあ一瞬でもちょっと一瞬でもででーはいなるででー答え後輩が来ましたなんですかラインライブですバルバツイケメン来たないやかっこいいクイズ当てミキ君全部もうイケメン来たななんか出汁に使われてるよ顔出しちゃった面白いこと締めろかやってみろやばいよやってみろやばいよ、ほんとにカオルも実際天然いやそうなんですよカオル実は天然こいつ一番雰囲気で持ってってるけど雰囲気めちゃめちゃ天然っすそうなんですけど
ゆうさんには負けますけど、ね、なんか練習メニューたまに理解しないといけないわけのわかんないマーカー立ったりしてます顔そうなの顔はマジで雰囲気で持ってこいつこれ持ってたやついないですかね。え、じゃあこれまだ続けますか。ゆうさんもう一問、もう一問やります。じゃあちょっとじゃあ薫も入ってる、はい、なんのヤストの何、時間ないですけど、時間ない、時間ないですめっちゃいいよね。欲しいものしようか、どう。いや違う、食べ物、あ、食べ物しよう。じゃあ食べ物だなって、ヤストの食べ物わかんない。じゃあもうあれかあれか、はい、あれかあれのあっちだよ。あれかあれかあれのあっち、ちょっと待って、じゃあ俺変えていいじゃん。いいですよ。あれかあれのあっちだって絶対。俺からうなぎ、あー、うなぎ、あー、俺もうなぎなんだ。え、違う、うなぎ絶対俺、え、違う、食いに来ない、あー、そうなんす、絶対俺当たってる。じゃあゆうさん、でで焼肉いやもう焼肉か寿司のどっちかじゃないのそういうことか、あれかあれって言ったらもう、そうなんですよね、バカは寿司か焼肉っすやばいやばこれ最後に聞きたいかな。何、あー、ライバル、ライバル聞きたいんで、じゃあプレートは言ってないです。うん。いろんな面でね。あ、そう、前年のライバルとか。あ、そうだね。ああ。待って待って。あったんだよな。え？欲しいもの。なんだっけ？あったんだよ、あったんだよ。ちょっと待って、あったんだよ、ちょっと待って。もう無理。もう無理だ。ちょっと待って。意味が分からない。違うんですよ、違うんですよ。いいよ。あ、これ、これ使ってください、うん、多分それは押すことはないよね。はい正解インザイでしたなんか、ひねっちゃったじゃん。え、何ロナウド、ブラジルタイプじゃん当たってますよ。いや、マジだ、ほんとさインザイ、これはインザイだと思いました。なんだユウさん、知られないっす。大好きなんだよ、俺だプレイスタイルとか、動き出しとか。いや、それは分かってるよ、時間だよ。いや、この選手ほど、はい、なんつうの、もう点さえ取ればいいみたいな、いないくらい、なんか上手くないじゃん、全然正直くらいな、失礼だけど、もうゴール前で、いや、まあ駆け引きだけしてプレーして点取るっていう。うわゲスト来ました、サンデーさん来ました。サンデーさんです。こんにちは。こんにちは、はじめまして。はじめまして、硬い、硬い、よろしくお願いします。日本語上手。最近覚えた日本語は何ですか。日本語はチェグネペルト。それでも普通に喋れるもんだしね。来ましたでしょ。ミキ君か。ミキです。おかしいでしょ。なんか来ました。来た来た来た。キーパーの極意。キーパーハムでチャラメも。確かに。ちょっとチャラいてみよう。チャラメ。クルケイ。チャラジャーマンさん。そんなに僕上手くないので。いや。俺もう大丈夫ですか。山根そろそろ出しますか。山根もうお腹いっぱいじゃん。人が来たからもう用なしじゃねえんだよ。いやいや、アイディアアイディア。いや、これめっちゃおもろい。はい。お疲れです。はい、こっちもやってください。ちょっと。お疲れ様です。も、え、なんかお前。漏れてるよ、漏れてる。お前漏れてない？漏れてる。どうした？これなんかあれだもん。加工されてるのか。綺麗に見える。あ、そうなんですね。電車の中なので笑わせないでもらえる。めんどめんど。漏れてる。漏れてるも、あれやで。肌白いよだって。漏れてるも悪いで。肌白いよだって。電車の中で笑ってください。パーマチェックしてますよだって。パーマチェックしてほら。ラスト君はいつも漏れてますよ。何がいいよ。これスクショとかできるもん。スクショタイムしますか、じゃあ。僕の今日持って。森田君見たいですって人いるかもしれない。あ、じゃあ、はい。一瞬だけじゃあ。人気だな。じゃあ一瞬だけ見せます。ちょっと待ってくださいね。今ちっちゃみします。おくんだましー。やばやば。あまりだ普通の会話だから。おお。それ好きだな。め目安じゃねえぞ。お前目安。でもこれだいぶ漏れるからね。あ、サビオさん。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。ありがとうございました。またねー。ありがとうございました。で誰が来んだろう。ゴリラが。ゴリラが来ます。どのゴリラですか。何人かいるんですけど、ね、俺一回俺とレオのコーナーにしちゃう。一回起きました。かわいいな。え、なんかレオ全然違うじゃん。いいこんなかわいい。レオかわいい。やりたいよな。音いいんだよな。レオのレオの好きなあれにしよう。レオの好きな。あるでしょ。ちょっとあれちょっとあれ。レオの好きな女性のタイプいいんじゃないですか。
そうですね、レオマジで言ってる、うん、それ書いてよ、俺らが当てる、はい、年上好き、年上、年上、年上か、あ、じゃあ当たるわ、俺当たっちゃうよ、誰これ、石原聡美こんな人さんが出しました、石原さとみのことをこうやって書きました、あれひらがななのにこんなじゃなかった、こんなこと書きましたよ、さとみさんです、さとみさん、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗てか、え、あの、じゃ違う違う、それ違う、それ可愛いもん、自信あります、可愛い系だから違う、可愛い系だから違う、漢字を間違えた、飾らない感じの、飾らない感じ、あ、もう絶対この、この子だわ、合ってるもん、これ見た、ショートカットなの、ショートカット、あ、わかった、本田翼、違います、長澤まさみ、違います、あぁ、大ヒント言うよ、ヒントちょうだい、いくよ、はい、どん兵衛、あー、吉岡さんね、あいやー、そう、好きです、野森も好きでしたかな、好きなんですか、多いね、良くないですか、いや、いい、わかるわ、あの試合綺麗じゃない、どん兵衛、なんで戻れない、戻れない、どうですか、あ、最後めちゃめちゃ寝起きの顔してる絶対寝てたじゃん、この人でも、それがいい、いや、すごい、何分待ったって、30分待った今、そこで目からビームで、そうなんで、何のクイズしてたの、目からビームで、そうじゃないですか、あの人だ、お疲れ様です、目からビームで、そう、何ですか、ちょっとこれ、スポンサーの朝日新聞さんから、フロンターレ新聞というのは7万部、え、7万部、見てください、ここ剣語録、そこは見なくていいかいや、めちゃくちゃ興味ある、怖すんなよ、いいやつだな、やつとは、怖すんな、いいやつだわ、何、剣吾さんの好きなタイプは、っていう、いいよ、いいよ、あ、剣吾さんの好きな芸能人やってます、好きな芸能人います、もういいです、います、います、います、あ、出てきます、いい、いいっすか、いいっすか、やりましょう、やりましょう、もういいって、俺当てちゃいますよ、いいよ、当てちゃいます、俺なんだっけ、前聞いたことあんだよな、石田ゆり子、石田ゆり子さん、あ、好き、好きだなぁ、あ、ここ運騙しりやってる、なんで俺が運騙しりやるのこっちでしょ、やったの、みんなやってるから、みんなやってるから、こうです、腕細っ、やばっしゅう、なんで起きて10分ぐらいのところでこんな言われなきゃいけないの、これはね、全員笑う、こっちはキングさんは全員笑う、これかわいい、かわいいの、はい、こっちはおっす、なるほど、そうっすね、キャッチやばい、カッチすごいね、前コメント見れないからね、これどんくらい見てるんですか、人1000人ぐらい、1000人、この後また見れるんですよね、アーカイブでね、中断期間になかなかね、中断期間長いですから、そうですね、はい、まだちょっとどうするかないですけど、ま、こういう風にやれればいいんじゃないですか、そうですね、なんかコミュニケーション取る、俺来たばっかのもう閉めるっていうめちゃめちゃ出たがりじゃないですか、いやいや、出たがりっていうか長いんだよ、レオの好きな人のクイズ入ってくれ、俺ずっと待ってた結構楽しかったっすよ、そこ、いや俺見てて面白かった、一番盛り上がってるの心理です、マジですか、うん、じゃあ、はい、終わります、はい、すげえ、さよならすごい、お疲れ様でした、お疲れ様です、ロンキングになります、よろしくお願いします、お願いします、あ、よかった人形持って帰ってください、あ、これその恐竜これ、あ、そうなんですか、